地元のお茶産業について理解を深めようと、富士宮市で子どもたちが茶摘み体験を行いました。一芯二葉といって2枚の葉っぱのところをこのね、摘んでいただきたい。一芯二葉。OK。富士宮市の杉山製茶の茶畑で茶摘みの体験学習をしたのは、富士宮市立黒田小学校の3年生です。子どもたちは茶農家の杉山博子さんから手摘みのやり方を教わりながら、一本ずつ丁寧に茶葉を摘んでいきました。取った時の感触がなんかプチッと感じて気持ちよくてすごい好きです。すごい美味しいお茶になってほしいです。お茶って美味しいっていうのをね、やっぱり日本の伝統であるお茶がね、ちょっと低迷してる形になってるので、そこからね、この伝統にあるお茶をね、残っていけるような努力を私はしています。子どもたちは鮮やかな茶畑に目を輝かせながら茶摘みを楽しんでいました。